しまあ近年、まあ、ベンチャー業界ですね、やっぱり成功してる企業が増えてきたりであるとか、流れてくる資金の多さであるとか、ですねかなり外部環境が良くなっていますし、まあ、非常にこう変化があこれからどん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 、ねまあ、出てくるタイミングだと思うので、まあ、今後もこの流れは続いてくるんじゃないかなというふうに思っていますね。 まあやはり起業家の数が大事だと思いますねやはりそれをチャレンジする人がいないとです、ね、その周辺にあるような、まあ、例えばまあベンチャー企業でお金を払う出すであるとかです、ねまあ、いろんなサポートする人たちもまあ増えていかないと思いますのでやはりチャレンジする企業家の多さがまあ極めて重要だと思いますね、まあ、やはりその企業というのはあまあ当然人生をかけてチャレンジするんですけれども、まあ、初めての方からするとまあ人の問題組織の問題 開発の問題、まあ、いろんな問題があると思っていまして、まあ、そういうものをです、ねまあ、一度経験がしたことあるメンバーであるとか、まあ、いろんな人から学ぶことによってその成功確率を高めるもしくはその不安を取り除く、まあ、そういう期待があるんじゃないかなというふうに思っていますね。